聞こえますか？我々は接続されていますか？はい、結構。実に結構です。では始めましょう。まず器を作るのです。好きな頭を選んでください。はい、と言いますことで、初めましての方は初めまして、そうでない方も初めまして、オカリンです。本日はアンダーテイルの新作デルタルーンをプレイしていきたいと思います。出てから24時間はね、あげてはいけないということだったので、本日1日あけての投稿となります。それでは早速参りましょう。私もアンダーテイルね、やりましたんで楽しんでいきましょう。結構多いな。へえ、これパピルスっぽいな。パピルスでいくか。よし、好きな胴体を選んでください。え、全部一緒ちゃうの？あ、服がちょっと違うな。まあ、左、いや、これは一応右でいくか。よし、好きな脚部を選んでください。あー、太さ、どっちが太いかってことか。え、ちょっと両方一緒はないんか。真ん中でいいか。ここも選択に関係あるんかな。これがあなたの体です。よろしいですか？はい、大丈夫です。結構素晴らしいフォルムが完成しました。次は器の心をあなたと同じに作りましょう。この器が好む植物は？あー、なんか性格判断みたいなされてるな。塩辛いのが好きかな、俺的には。痛いって何？辛いってこと？塩辛いで。あなたの好きな血液型は？まあ僕 A なんで、 D って何？D って何？え、これ O の間違いですか？え、じゃあ僕ちょっと D でいこうかな。この器が好む色は？赤、青、緑、青、緑。なんか変わってる選択肢やな。まあ俺的にはまあイメージカラー青なんで、青でいきましょうか。この器に一つ才能を授けましょう。そうです。あ、僕声がやっぱりね、かっこいい声欲しいんで、声にしましょうかね。はい。作品の出来栄えを見て何を感じますか？まあ、この作品よってこと、器には聞こえません。で、俺の思ったことを答えればいいのか。まあ、背景的には恐怖なんやろうけど、嫌悪もありやな。でもあんまり怖くないのよ。なんか希望にしようかな、俺は。なんか希望に満ち溢れてる気がする。今、まさに生まれようと。はい、答えました。肉体的及び精神的な痛みを受ける覚悟はできていますか？いいえっておっしゃ、どうなんねやろ。まあいいか。はい、で。よろしい。器に名前を付けてください。はい、じゃあオカリンヌでやらせていただきます。お願いします。我々が付けたこの器の名はオカリンヌ。では、作り手の名は？え？え？あ、じゃあ俺オカリンにしようか。作り手の名前はオカリンです。まあ、本名を打つわけにもいかないんでね。オカリン。結構。実に結構。オカリン。協力に感謝します。あなたの回答、あなたの素晴らしい作品は、え？破棄させてもらう。自分が何者になるか、この世界では誰も選ぶことができない。お前の名は。あー、なんかアンダーテイルもこんな始まり方やったな。懐かしい。クリス、クリス起きなさい。学校に遅刻するわよ。クリス、俺クリスなんや。先に外で待っていますからね。おー、これまた長引くよ予定なんでしょうか。どうなんでしょうか。あ、めっちゃ身長高い俺。あ、もう動けますね。引き出しはほぼ空っぽ。でも一つだけ何か入っている。学校のクロスカントリー部のユニフォームだ。ちょっと破れている。クロスカントリー。ベッドの下に CD がある。クラシック、ジャズ、教会の音楽、スカリミックス。スカリミックス。
一つは非正規品だ。あるな、そういうのな。一個壊れちゃうねんな。これがゲーム機か？パソコンデスクだ。下には古い本が詰まった箱がいくつも置いてある。まあ、行きますか。姿には映ると。自分の姿が映っているだけ。ここは？鍵がかかっている。なるほど。じゃあ、下降りるか。下か上か知らんけど。下やな。さあ、こっちには、あ、誰もいいひんな。あ、扉ある。こっち、あ？クリス、ほら早く。急げばまだ間に合うかもしれないわ。ねえ、クリス。今日は本当に素敵な日ね。来週、アズリエルがお休みで帰ってくる時も、いいお天気だといいわね。でも、あの子は大学で楽しい毎日を送っているでしょうから。アズリエル？アズリエルってこいつじゃないの？こんな小さな町に帰ってきても退屈じゃないかしら。うわ、めっちゃ陽気やん。あ、懐かしい、あいつ敵やん。あの魚みたいなやつな。はい、めっちゃ近いですね。もう車じゃなくてよかったんじゃないですか。あ、これ学校なんや。教会かと思った。あ、ちょっと引きこもりチックな感じなんかな。学校に行きたくないみたいなオーラ出てるね。あー、もう感動やわ。僕もう感動しました。あ、ちょっとが海外っぽいな。あのロッカーな。はい、それじゃあ皆さんいいですか。お、来た。あ、クリス、お休みかと思ったら来たんですね。今月は二人一組のペアになって作業してもらうので、とりあえずみんなに聞いて誰かとペアになってください。あ、好きなペア選んだらいいの？左下の鳥が、鳥じゃないわ、蛇か。こいつやな、こいついいな。あ、これ、あ、今までの敵とかじゃん。これニャンニャンやろ。クリスプタソ、わわわわ、ごめんませ、テミもペアになっちゃったよ。あー、懐かしいな、これ。こいつは？あらら、クリス、まだ遅刻かい？え、僕とペアになりたいって？僕はもうクラスで2番目にできること組んじゃったからな。いや、待てよ。よくよく考えてみたら、君の個性豊かな能力はこの課題に大いに役立ちそうだ。なんつって、悪いけど僕100点取りたいからさ。左の顔歪みすぎやろ。おう、鏡見せてやりたいわ。こいつは？おはよう、クリス。どうしたの？また鉛筆なくなしちゃった？いいよ、貸してあげる。キャンディステッキのやつ？それとも光るやつ？え、私とペアになりたいの？そっか、ごめんね。先にハードリー君に頼まれちゃって。あ、隣のやつ？アルビー先生に3人グループでもいいか聞いてみようか。ちょっと辛いやつやからやめろ。待て待て待て。俺は2人で組むから。は、お前、え、いいえって言うたやろ。あれ、俺はい選びました？こいつ話聞かへんやつやな、ほんまに。ノエル、どうしましたか？ノエルは3人目のメンバーいらないって言ったんです。じゃなくて、私はただ、もしよかったら、その、ノエル、もう少し大きい声で。うわ、もう一人ちゃん、これヤンキーちゃん。あ、スジーさん、おはよう。遅刻か。あ、セーフです。ちょうど今、その今月の授業で一緒に作業するペアを決めてるところで、スジーさんはクリスとペアになりました。あ、マジで？こいつと組まされんの？え、全然話聞いてないねんけど。俺、左下の蛇と右下の鳥がいいねんけど。じゃあみんな揃ったところで課題を発表します。うーわー、ハズレや。何ですか課題は？あれ、チョーク、みんなチョーク知りませんか？チョークがなくなるのこれで3回目。チョークがないと授業始められないんですけど。いじめられてんのお前やったんか、先生か。黙ってるなら先生にも考えがあります。クラス全員に責任を取ってもらいますからね。あ、もしもし。先生、確か物置にチョークの箱があったはず。うわ、お前その目やめろ。めっちゃサイコパスに見えてきたわ、お前。絶対、私とスージーで。ん？スージーは最後に来たから、取ってきてもらっていいですか？ふん。え？あ、なんか中にドッキリのもん入ってるとかじゃないんや。よかった。それからクリス、一緒に行ってあげて。スージーはちょっと、難しい子だから、ちゃんと取ってくるか心配なので。じゃあ、そういうことでよろしくね。いってらっしゃい。なるほど。あ、じゃあ、ヘビ、話させてもうていい？
クリス、俺に腕があったらこの生かした帽子を取ってケアするよ。お前のこと忘れない。こいつはクリスさん気にせん、クリスさん気にせんとき、そんな心配しなさんて。スージーにぶん投げられたからて死ぬことあらへんわ。知らんけど。お前は俺か、せいぜい授業の課題を何も手伝ってくれへんぐらいやで。ほらよう言うやろ、怖い人のことそのスージーの人やって。あれなんか余計怖なってもうた。あかんがな。はあ、お前は俺やな。一人俺がいたわ。こいつか。何食うてんお前。なんか通知来たわ。ほんでクリス、なんだ、いたのか。気づかなかった。あのさ、今私が何したか見てないよな。お前女やったんか。びっくりや。うん、答えらんない。え、じゃこの声間違ってる俺。もっと高い声で言った方がいいか。クリス、なあ、壁ドンちゃん。なあ、壁ドンやん。いいこと教えてやろっか。うう、壁ドンってお前、そういう壁ドンじゃねえ。俺はな、黙ってるやつ見るとイラつくんだよ。うわあ、エモい。何も喋んなくなってな、てめえの頭の中は全部お見通しなんだよ。ついにやったぞ、スージーがチュークを食べてるの見つけたぞ。先生も今度こそは許さないぞ、スージーが退学になるぞ。なんだよその顔、驚いたふりか、図星のくせに。お前だけじゃない、学校中みんなが望んでいることだ。よかったなクリス、お前の勝ちだよ。俺はおしまいだ。でもおやつを食った程度で退学ってのももったいねえよな。クリス、なあお前、どうせお前はチクるんだろ。んじゃあせっかくだからガチでやべえことしねえと損だよな。なあクリス、こういうのはどうだ。てめえの顔を食いちぎるってのは。うわ怖っ、うわ怖っ。でも起きん、おお、やめた。こいつを救うのか。お前の袋はいいモンスターだ。自分の子を墓に埋めさせるのは気の毒だな。行くぞ、さっさと済ませようぜ。チョーク取りに行って教室戻って、そんで課題はお前が一人でやる。いいな。あ、え答えさせてくれへん。答えなくていい。お前物分かり悪そうだから教えてやるよ。てめえの意見なんてな、どうでもいいんだよ。さっさと行くぞ。ついていけ、ついていけ、ついて、ギリギリ画面に収めろ。お、上か、右行ったらどうなんやろ。おい、どうした、赤ん坊のクラスが恋しくなったか。だったら俺も付き合うぜ。お前よりマシなパートナーが見つかるかもだ。なんてな。ああ、行かしてくれへんねや。壁にトイレついてるぞ。よし、たくちんだら歩きやがって。ああ、分かった。誰かに手つないでもらわねえとちゃんと歩けねえんだろう。行くぞ。優しいんか、こいつは。あった、これが物置だな。ああ、つまんねえ。ど真ん中に物置って。せっかく楽しくなってきたとこだったのに、もうついちまった。おう。異世界の入り口ちゃん。ん？なあ、クリス、なんかさ。物置の中は暗すぎくね？急にギャルみたいになったよ。何グズグズしてんだよ。さっさと入れよ。ヤンキーもこういう時はヘタレやからな。あ、だからあたく。これだからヘタレは。そんじゃ、お、行ってくれる？二人で同時に入るぞ。ほんまけお前。入った、お、入った。ほら見ろ、別に怖くもなんともねえし。古い紙くずが落ちてるだけじゃねえか。とりあえず電気のスイッチを探そうぜ。一本道やな。ここか？あれ、おかしいな。スイッチがない。もっと奥の方か？うわ、行くね。なあ、物置ってさ、普通こんなにでかいか？そろそろ奥の壁についていい頃だよな。長い。なあクリス、この物置はあれだ、
壊れてるっぽいな。だって壁がねえもん。よし、もう十分だろ。チョークが欲しければアラフィーが自分で取りに来りゃいい。帰るぞ。うわ、これ絶対、え、大丈夫？うお、ちょ、おい、ざけんなよ、開けろ、開け、うお、なになになに、ペーパーが、あ、床が、あ、これ床やったん。おお、落ちた。あ、これで花畑に落ちるんじゃん。どうなんでしょう。誰やねん。ん？人変わってもうたぞ。あ、動ける。あー、懐かしいこれ。時折現れる明滅する光、それは自分だけに見える光。まるで吸い寄せられるように思わず手を伸ばし、ああ、なるほどね。今回決意みなぎらへんのか。17分、もう17分やったんか。マジか。まあ、もうちょっとやるか。短くしてもしゃあないんでね。よし、まあ1パート大体30分ぐらいを目安にやっていきましょうか。ああ、あそこにバスのあれがあるな。バスの止まるやつな。出てこうへんわ。結構怖いな。オイルとか漏れてるな。あ、目がある。これは調べられへんね。さあ、また目がある。影の王国みたいな。お、なんか行ったな。ん？降りれる？降りれるわ。泡があるな。誰かが皿洗いでもしてたんかな。お、分岐点来ました。まず右行こうかな。あ、これちょっと怖くない？ほら、目から血垂れてて、口からも垂れてるみたいな。お、何かアイテムがあります。はい。中で何かが光っている。取る？まあ取りましょうか。グローシャードを手に入れた。アイテムの、あ、開ける。使い道はわからない。なるほど。じゃあ反対側、行きましょうか。あ、色違う。怖っ！うわっ！びっくりした。これに当たると戦闘が始まるのか？まあ、とりあえず避けていきましょう。アンダーテイルのシステムとはちょっと違うんかな。戦闘が光に身を灯した。胸の奥で不思議な力が輝き、闇を駆逐していく。あらゆる痛みが消え去った。 OK、 瞳のパズル。この地にて真の、この地にて誠の道を見る派、闇に閉ざされし、瞳のみ。うん。闇に閉ざされし、瞳。お、ああ、全部消せばいいってことか。こういうのは得意ですよ、僕。はい。お、あれ？あれ？隣が消えるんじゃないの？あ、この黒に対応したやつが光るってことか。なるほど、じゃあこれで、これで、あ、消さなあかんのか。消さなあかんの、これ、あれ？逆か、こう、ん？これが消えるってことか。あ、じゃあこれでいいんじゃない？ OK。 ちょっと新しかったね。さあ次。いやー、やっぱアンダーテールの雰囲気っていいよね。アンダーテールちゃうけど、これ、これは、お、あ、壊せるんやこれ。なんか声が、あ、なんか泡から人出てきたな。うわ、なんか怖っ。不気味や。一個壊していこう。怖いから。あ、これ通られへん。おお、おお、来るな。それ以上近づいたら。お前か。あ、クリス。んだよ、もう。てめえ、ふざけんなよ。ビビんだろうが。今度やったら顔面へこましてやるからな。まあいい。今はそれどころじゃねえ。え、俺の容姿については何も触れないんですか？こっから出る方法を探さねえと。つっても、ここってどこだ？せやな。なんかわかんねえけど、全部てめえのせいだからな。てめえがなんとかしろよ。うん。パーティー増えたか。よし。え、この容姿では別にいいの？俺はこれでクリスなん？いや、ねえわ。お前歩くの遅すぎ。はい。
あんまり先行ったらお前死亡フラグやぞ。一人で行動するのはやめろ。わあ、奥とかすごいな。あ、おい見ろよ、誰か手振ってるぞ。なんか用でもあんのかな。うわ、クリアン。うわ、危な、やべ、逃げろ。うわ、めっちゃ足早なったよお前。いけるいけるいける。戦闘は始まらへんよな多分。よいしょ、いきなりのボス戦。まあいいよいいよいいよ、うまいよ。はい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 、危ない。ずっと右押しっぱでいけんちゃうこれ、正味。うわ危ない。うお、一回止まるとちょっと厳しいかもしれへん。よし、クリス飛び降りるぞ。えい、えっ、いやいや、えっ、えっ、避ける必要なくないこれ。えっ、あ、上に行けんのか。なるほどな、上に行けるんか。よう避けれたな今まで。よし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 あ、これ全部家や。あ、全部鍵かかってんのかな。うん、鍵かかってるっぽいっすね。ん？行く手には人気のない街を見上げるように城がそびえている。城のてっぺんからは天に向かって止めどなく黒い泉が噴き出している。この場所に満ちる力が胸の奥で輝いた。あ、セーブポイントか、城下町。奥行ける？これ、行けるわ。なんだこれ、城か。なんで物置の中に城が建ってんだよ。よくぞ参った勇者たちよ。誰だ。恐れるな、我は敵ではない。さあ二人とも前へ。ほん、赤ずきんちゃんかな。よくぞ参った。我はこの王国の王子、そしてここは闇の王国である。クリス、スージ、これより我が国に残る言い伝えの話をしよう。長くなります？いつの日か二人の光の勇者が現れるとき、時空が語り継ぐ古き予言がなるだろう。勇者たちよ、我の話を聞いてくれるか？いや、ちょっと長くなりそうなんで、いいです。いいんですか？割と大事な話なんですけど、それに個人的には結構いい感じの予言だと思いますよ。きっと気に入ってもらえると思います。あ、じゃあ、これは2週目なんかな？で、今回聞きましょうか。ふう、よかった。では聞かせるとしよう。昔々、密かに語り継がれる言い伝えがあった。それは、夢の伝説、希望の伝説、光の伝説、闇の伝説。その伝説の名は、デルタルーン。幾千年もの長きにわたり、光と闇は調和を保ち、世界は平和に包まれてきた。しかし、この調和が乱されれば、恐ろしい厄災が見舞うだろう。天は恐怖の闇色に染まり、地は恐れおののき、ひび割れる。母なる大地の鼓動は高まり、ついには息絶えるだろう。そして全てが終焉を迎えたかに見えた時、希望の光をたたえし、三人の勇者が地の果てにより現れる。人間、モンスター、闇の国の王子、俺らやん。彼らだけが闇の泉を封じることができる。天地の楽園を破壊できる。彼らの働きにより再び調和がもたらされ、世界は破滅の危機より救われるだろう。闇の泉はこの地を形作る力の源泉。現在は王国の中心にあり、天高く闇を吹き上げている。しかし最近になってもう一つ別の泉が出現。これにより、光と闇の均衡は次第に
崩れ始めている。めでたしめでたし。よくわからん。クリス、スジ、長い話をよく聞いてくれた。その他たち二人こそが伝説の勇者であると我は確信している。いかなる敵が立ちはだかろうとも世界を救うことができる勇気の持ち主であると。さあデルタの戦士たちよ、今こそ己の運命を受け入れるのだ。あーやだね。俺が伝説の勇者的な何かだって？いやねえわ、人違いだろ。でも数字、君がいないと世界が。だから知らねえっつの、世界が滅ぼうとかどうなろうが、俺の知ったこっちゃねえから。いつかむしろガチで滅んだら面白そうじゃね。つうわけでクリス、こいつの伝説ごっこには付き合いたか、一人で勝手にやってくれ。俺はこっから出る方法を探す。あー、スージ、待って。おなんやねんこれ。ほっほっほー、勇者どもは早速逃げる気満々だな。まだ僕様の存在にすら気づいていないというのに。これでパパ上から自慢の息子で賞をもらえるぞ。なんだお前。僕様は悪者だ。そしてお前たちはピエロちゃんだ。闇の泉を封じるつもりだろ。そしてお前たちピエロちゃんは世界を永遠の闇から救うつもりだろう。ああ知らばっくれても無駄だぞ。お前たちが東へ行くことは分かりきっている。帰るにはそっちへ行くしかないからだ。しかしこのランサー様が阻止してやるのだ。すでに完璧な作戦を用意してやる。手順はたったの2つ。ステップ1、お前たちをボッコンボッコンにする。ステップ2、お前たちは負ける。へえ、確かにうまい作戦だな。そう。あ、だからその作戦うちらが採用させてもらうぜ。いや、こういう味方がいると、すごい戦闘こういう感じで始まるんや。なんかちょっと FF っぽいっていうの。まあ、戦うランサー、行動は一緒か。行動してみる。あ、そうそう、アンダーテールといえばね、こういうタイプですよ。まずは分析からしていきましょうか。ランサー、アタック7、ディフェンダー1、とんがり頭に丸い体、どう見てもスペードです。本当はバイクに乗りたいけれど、大人になるまで火をつけて自転車で我慢。なるほど。めっちゃ強いやお前。そこまでだ。うん、オッケー、俺が動かす。おおおお、オッケー、いったんな。なんで俺斧なんか持ってんだ。まあいっか、ちょっとめたい発言やな。オッケー、あっ、ミスだ。いっちゃん左でやらなあかんのが。うわっ、結構うわ、結構きつい。あ、右下はスージーの体力か。オッケー、敵はあと半分。オッケー、ほい、オッケー、完璧。今回も見逃すってあんのかな。次俺やな。オッケーオッケー、どっか、よし、オッケー、ナイス。警告するか。いや、こいつは多分褒めたら伸びる。なんかちょっと褒められて喜んどったやん。服と体の境目がわからない。でも褒めてんのかそれ。悪口ちゃうんか。照れている。ランサーの攻撃力が下がった。いいね、109。嬉しくって心がウィリしちゃう。ウィヒヒ、いいよ。ちょ、おっと、危ない。まっ、タンマ自転車がガス欠しそう。おのれ、運悪の強い子じゃんね。今回はドローということにしてやる。だが次はお前らが悪者さんだぞ。歯医者さんだぞ。さらばだ歯医者さん。早く帰らないと晩ご飯に怒れちゃう。え、ウェーン帰ってくるんかお前。二人とも大丈夫ですか。まだちゃんと自己紹介してませんでしたよね。僕はあのさ、そのフードいい加減脱いだらどうだ。もごもご言ってて何言ってっか全然わかんねえんだけど。ああ、そうですね。ふうわ、かわいいんかかわいくないかよくわからへん。僕ラルセイと言います。クリスさん、スージーさん、お目にかかれてとっても光栄です。僕たちきっといい友達になれると思います。だから家に帰るには東に行きゃいいんだろ。そう、東へ行くとそこには、ん、じゃあクリス、学校でな。それは南だぞ。あ、二人だけになっちゃいましたね。
クリスさん、僕は確か王子なんですけど、今は僕の治める町には一人も住んでいなくて、だからここで一人でずっと待ってたんです。あなたたち二人が来るのをずっとずっと、だから会えて本当に嬉しいな。クリスって呼んでもいいかな。仲良くしてくれたら嬉しいな。スージーを探しに行こう。きっと南東の方へ向かったはずだ。さあクリス、君がリーダーだよ。怪しいなこいつ。やたら優しいやつは怪しいぞ。まあということで本日はこの辺にしておきましょうか。ちょうどセーフポイントもあるんでね。孤独な王子ラルセイが仲間になった。モフモフボーイの力が胸の奥で輝いた。はいはい、ということで今回デルタルーン第1話はここで終了とします。引き続きね、第2話も見てくださると大変嬉しいです。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。